今日は戦争について考える社会科見学ということで、キャンプ座間の、ね、入り口へと向かってます。一昔前はこうやってね、撮ってると警察に声かけられて消せとかね言われたらしいんだけども、最近はそういうことないですね。なんか別に普通に堂々と撮ってても何も言われなくなりましたね。ここ最寄り駅は総武台前駅になります。総武台前ってね、不思議な名前じゃないですか。なんで前がつくんでしょうね。実は昔はあそこは士官学校前っていう風に言われてたんです。ということで、ここに基地があるのは、ここもともと実は陸軍士官学校だったんですね。それからここに道路があるでしょ。これ行幸道路って言って、これ町田まで続いてるんです。で、行幸道路っていう名前から分かる通り、戦前にね、ここに昭和天皇が来るからっていうんで、その道を作ったんですね、突貫工事で。さすがにね、天皇陛下をね、ぐにゃぐにゃしたややこしい道を通らせるわけにはいかないということで、ここまで町田から一直線で道作ったんですね。で、その時に総武台っていう名前をつけたんです、昭和天皇が。これは千葉県の習志野っていうのに、あそこに演習場があったんだけども、あそこに習志野って明治天皇が名前つけたんですね。だからそれの真似をしてやったっていうふうに言われております。で、その後ね、その総武台っていう名前っていうのは、座間市もなんか総武台市になるっていうはずだったんだけども、陸軍がそれをね、やめてくれって言ったんで、座間市になったんだけども、だけど、まあ、戦後はね、普通にこの辺総武台っていうような名前になったんですけど、ここが座間駐屯地の入り口ですね。陸上自衛隊と、あとアメリカ陸軍、あとはこっちで海兵隊が入ってるんですね。今日を選んだの、今日水曜日なんですけども、ここはバスストップで基地ストップの会とか、そういうのが毎週水曜日に座り込みをしてるんです。だからそれもちょっと撮っていこうかなと思います。US アーミーのこの、ね、星印が出てるけど、昔はなんかね、ややこしい、なんか紋章みたいなのが出てたんだけども、今はなんかこう現代風にというか、こうシンプルな星マークになってますね。今何でもこういうね、シンプルなデザインが流行ってるので、なんかそれの時流に合わせたんでしょうかね。もうシンプルに星になってます。こっちからだとちょっと撮れる範囲があまりちゃんと撮れないんで、あっち行って撮りますね、せっかくだからね。まあ、なぜここに基地があるのかっていうと、それはもともとここはね、日本軍の基地だったわけです。旧日本軍陸軍の士官学校だったわけです。だからそれがそのまま戦後はアメリカ軍の基地になってるっていうことなんですね。だからここに基地ができた経緯っていうのはそういうことです。ということで、せっかくね、この社会科見学なんだから、ちゃんとこう解説っぽいものをした方がいいかもしれないですね。よくなんか日本になぜアメリカ軍駐留してるのかっていうことを、聞かれるんですけども、まあ、私なりにこれを簡単に説明するとですね、まあ、日本は当然第二次世界大戦で、負けたわけです。そうするとですね、もちろん日本は占領されますね。で、サンフランシスコ平和条約でまた独立を取り戻すわけですけども、その後もずっとね、アメリカ軍は日本に基地に残ることになったんですね。やっぱ背景は冷戦です。日本のある場所っていうのを、まあ、あまりほとんどの人は意識してないかと思うけども、ソ連や中国をこう、ね、海でこう塞ぐような形で日本が位置してるんですね。で、冷戦の時代っていうのは当然もうアメリカはソ連あるいはまあ中国と一種即発みたいな状態で、戦争が起これば当然反撃しないといけないということで、アメリカとソ連で中国離れてるから、当然ですね、そこからじゃあ反撃しようって言ってもすぐにはできないから、基地が必要なわけです。で、やっぱ日本っていうのがその立地的に良かったわけですね。だから日本に駐留しとけば、いざ、ね、ソ連が戦争仕掛けてきても、このソ連とか中国に近い場所から反撃できるっていう考えなんです。で、まあ、実際ね、その、まあ、直接と戦争はなかったんだけども、まあ、有名なのは朝鮮戦争ですね。なんで朝鮮戦争が起こったかっていうと、朝鮮半島はアメリカの守備範囲じゃないって言っちゃったもんだから、それでキム・イルソンが、ああじゃあやっていいんだなっていうことで攻め込んじゃったっていうのが、それが朝鮮戦争なわけですね。だけどさすがにそれまずいっていうことで、もうアメリカ軍加わって、反撃したわけです。日本のアメリカ軍基地っていうのはね、まあ、直接的には一応日本を守ってるってことになってるんだけどね、建前としては。でも実際は、朝鮮半島であるとか、あとは南は台湾ですね、あの辺りに睨みを利かせてる。でもやっぱ一番アメリカの波乱の底にあったのは、ソ連と戦争になった時にやっぱりこの前線の基地が必要だからってことですね。で、今、まあ、冷戦終わったんだけど、なんだかんだでね、ロシアはまあ、ご覧の通りという状態で、で、中国も今度はね、新しい冷戦ということで、中国が
仮想敵国みたいになってるので、ただやっぱアメリカとしてはここは手放したくないで、日本としても資本主義陣営というか自由陣営にいるわけだから、やっぱりここを何かしら守る必要があるということで、アメリカ軍にいてほしいという思惑があって、それでここはアメリカの基地が残ってるっていうのが今の現状になるわけです。どうしよう、バスストップの声かけてみようかな。いや、僕大体あの人たちの筋は知ってるんですよね。あの労働組合とかですね、あとはなんかその辺の子だとか、まあ大体あの政治運動詳しい方はわかるけど、いわゆるあの界隈の仲間の人たちですね。まあこういうふうに堂々とね撮っててもなんていうことはないです。でこの場所ね、あんまりメディアに出ることはないけども、まあ、印象に残ってるのは、あの、ジェンキンスさんいるでしょ、あの、逃亡兵で北朝鮮に渡ってて。でそれで、まあ、逃亡兵だったもんだから、ここに出頭したんですね、アメリカ軍。日本に帰ってきた後に。帰ってきたっていうか、まあ、あの、北朝鮮からね、日本に、まあ、渡ってきたんだけども、曽我ひとみさんとですね。でその時にここで、出頭したわけです。あの、この場所で、あの、ジェンキンスさんが、あの、衛兵に、敬礼してる写真が、当時新聞に載りました。で、あとあの警察の詰め所があって、まあ、日本の警察がずっと見張ってますね。で奥の方行くと、ちゃんとね、あの自動小銃持ったあの衛兵もおりますよ。でやっぱ警察が警戒してるのはね、向こうの藤山公園とかですね、あとは、あの八戸山公園あたりからね、昔は飛翔弾飛ばしたからです、あの過激派が。だからまあ写真撮ってると声かけられたっていうのもそういうことですね。でもここ10年ぐらいはね、もうそういうことはなくなりましたね。あんましそういう事件最近はないです。昔はちょくちょくあったんですよね、いろいろこの記事の周りでも。プーチンやめろ、戦争やめろ。プーチン戦争やめろですか。プーチンは戦争やめろ。あ、ビラ配ってるんですか。いや、このビラは違うんだけど。あ、そうですか。大丈夫だから。あ、プーチン戦争やめろってやってるんで、うん、しっかり取っときますよ。そうだよね。そうですね。これウクライナの旗作ったわざわざ。あ、そうですか。ウクライナの旗でしょ。そうなんですよ、この色なんですよ。まさかプーチン本気でやるとは思ってなかったですからね、まさかプーチン。まあ危険ですよ、うん、ちょっと怖いですよね。ちょっと承知じゃないなっていう感じがします。だからあの東京でね、はい、ウクライナの人が全部世界の人みんなやってるし、いろんな。そうそう、だけど日本人がさ、あんま騒がないんだよね、はい、そうです。なんか新宿だとね、ロシア人がやってたって、ね、そう、ロシアのね人も戦争やめろとやってる。あ、そうですか。自らすごいことなの。すごいですね。だから俺たちもさ、はい、基地のさ、はい、早くもうやめて基地なくしておくれ、はい、っていうことと一緒に、はい、これをね、あ、なるほど、これをやんないとさ、はい、あの今これやってるの、これ。あ、これは、これ大事なことだ。あ、オスプレイで。これね、機体整備ね、10年。はいはいはい。この厚木ですよね。厚木基地の日本飛行機たんで、基地の中に。ここにも飛んできますやっぱりオスプレイ。いや、ここには来ないけど、あのここはヘリコプターですかね。うん。オスプレイはさすがに来ないですか。木更津と、はい、千葉県の木更津の自衛隊の基地、はい、そこと、はい、厚木基地の日比、はい、スバルっていう、木更津にはスバルっていう民間整備会社、はいはいはい、これで10年間で52機のオスプレイを米軍の後自衛隊開発ずっと合わせて、はい、10年間で全部やるんですよ。でもこれどのくらい前からされてるんですか。どれを、この、あの、ここの活動。これ出したりとか。あ、これ俺たちの、はい、もう15年。15年です。15年。水曜日。15年って言ったら2005年、6年とか、そのぐらいですか。あ、そうですか。毎週水曜日。仲良くされてるんですね。米軍と自衛隊に申し入れしてもらう。月1回。月に1回。すごいね。毎月毎月ですか。マジ。とまあ、こんな感じなんですね。そうです。やっぱりプーチン戦争やめろありましたね。まあそれをね言わないとやっぱりねやってることの、ね、正当性が問われるんでね。でこのキャンプザマっていうのはですね、ここはねなんか飛行機が飛んだりとかそういうことはあんましないんです。一応ヘリコプターぐらいなら離着陸するんだけども、まあ今ねコロナでねなんかあんまし入る機会ないんだけども、中に入るとなんかもう大体オフィスですね。オフィスがあってなんかあとゴルフ場があって、でもここは本当本拠地といえば本拠地です。もしあのロシアと核戦争になったらもうこの辺り飛んできますね。あの多分ここ攻撃目標の一つじゃないかと思います。私は近所なのでもしロシアと核戦争になったら爆死してしまうかもしれない。でねよくあのアメリカ軍のね犯罪というかそういうのがちょっと前問題になりましたよね。でここはね
あんましそういうのはないです。というのもここは兵站基地なのでね、まあ、司令部なんで当然ここにね勤めてる人っていうのはみんなねもう偉い人ばっかりです。だから位で言うともう下士官とか将校クラスばっかりですね。だからそんなあの柄の悪い軍人さんっていうのはいないんですね。ただねこれも10年ぐらい前だったかな、ここね軍属って言って日本人が結構働いてるんですよ。でそのなんか秘書やってた女の人がねあのセクハラで自殺したっていうことがあって、なんかアメリカ軍のねなんかその軍の中のそういうなんかゴシップ誌とか雑誌みたいなのがあるんだけども、それですっぱ抜かれてなんか問題になったっていう話があったんですよね。あとはね怪しい事件といえばね、あの神社にアメリカ軍のなんか子供が放火したっていうのがありますね。まあ、アメリカ軍っていうなんか軍属の人の子供だったと聞いたんだけども、神社に放火したっていうような事件があったんだけども、まあそのくらいですね。だから地元の感情はどうかっていうとね、基地があるといろいろ地元にお金が出るんですよ。まあ昔はその騒音対策っていうことでね、その窓を二重窓にするための工事費用が出たりとかしてたし、今もね自治会にお金が降りてて、で自治会の人はねここにねあの招待されたりとかするんですよね、ただ私の入ってる自治会はなんかそういうのないですね、すぐ近くなのにね。ということで今日はねアメリカ陸軍キャンプ座間前を、撮影してきました。